はい、皆さんこんにちは。福岡市議会議員の田中慎介です。今日はですね、私6年間使い続けた、ガラケーをこの新型ガラケーに、買い替えました。で、やっぱ6年前と比べるとですね、いろんな機能が充実していて、まず Wi-Fi に、接続できるわけですけれども、これさらにですね、 Wi-Fi に接続して、ネットホームページなんかこうブラウザ立ち上げてみようとすると、でこういう画面になるんですけど、これすごいポインターがガラケーですよ。ガラケーでこうやってポインターが出てきて、こうやってグリグリ、こんな感じで動かせるわけなんですね。でそれでこう OK のとこまでやって、これボタンを押さずにプッとタップするだけでこうやって選べるという、すごいなんかハイ機能になってるんですけど、ここもキーワードポンとやって、で例えばですね、こう田中慎介、さっき検索したからこうあるんですけど、ここ入れてですね、またこうポインターが動いて、こうやって検索でポンってこうやると、こうブラウザが出てきて、でしかもまたこれをポンと、これボタン押してないですよ、これタップですよ。ここをタップするんですよね、こういう感じ。そしたらこうやって出てくるホームページが、すごいすごいハイテクな新型ガラケーのご案内でした。またお会いしましょう。よろしくお願いします。